どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望大使シーズン1武田信玄編、さて続きをやっていきましょう。で、現在武田家ですけれども、兵数は7万を超えまして、まあ戦意は旺盛で、兵糧収入がねやっぱりだいぶ少なかったんで、一旦軍備は縮小しまして兵糧収入を増やしていこうと思います。まあ縮小してでも7万あるからな。対する上杉は兵力は5万7千、まああまり攻めては来ないとは思うんですけどもね。まあとはいえ上杉家との関係回復 しようとしても、結局上杉さん自身が交渉に応じないので、結局はゆくゆくは戦いにはなるかな。今のところこれまであちこちね三河の方動いていても、上杉さんの方から攻めてくることはなかった。まあ以前川中島の、まあ、イベントはありましたが、まあ、結局ね関東管領名乗る前に川中島のイベントが起こってしまうという、ちょっといろいろね前後してしまっているんですけどもね。王女さんは相変わらずですよね。兵力は12万もある。高祖寸三国同盟が崩れなければいいが崩れたら速攻でこの辺のね佐野さんがいるねこの岩槻とか、あとはくるりか足利さんがいるんですけどもね、まあ、ここが真っ先に落とされることになるんですよね。まあ、現在我々前回言っていた通り、この刈谷城を攻めで宣戦布告して織田家とも戦っていこうと思います。多分ねまだしてないな。じゃあもう今のうちにしていこう。この織田家、現在ね織田家、まあ見ているとここ秀吉くんがいますが、六角を攻めているんですよね。六角自体はまだまだ城は3つありまして、まあ現在兵数は8700、織田家は1万まで低下しています。で現在こうやってここまで進軍しているんで、その隙を狙って、まあ、まずはこの水野さんをパパッと倒して北上して尾張を取っていこうと思います。まあ、そのために兵力も2万5000送り込んでいます。で、お金はあるので、現在ね月収入は1万3000あるんで、まあ、氏真君にはねなんとか兵糧を買い付けて、まあ、それでなんとか米がある状態で、まあ、進軍していこうとは思うんですよね。結局斉藤家とは、まあ、特に手を組んでいるわけではないんですけれども、まあこの辺通れたらいいんですけれども、やっぱり岩村が邪魔なんですよね。まあ、結局は三河、まあ、この東海道から、まあ、攻め上がるしかないんでしょうね。で、まあ、斉藤家も攻めるつもりなんですけれども、結局はこの織田家が西に向かってガンガン攻めている状態なんですよね。まあ、それでも亀山とか、まあ、この辺も宣戦布告はしていて六角まで攻めてはいますが、まあ、長島は落としてはいるが他はそこまでか。日野城はもうすぐ落ちそうな気がするが、秀吉くんも兵力は4000ある。というわけで、じゃあ織田家に宣戦布告、いいですよ。立てなしもご商乱あれ、まあ、ちなみに三旗立てなしもご商乱あれというのは、三旗というのは武田家の旗で、立てなしというのは、武田家代々に伝わる、まあ、鎧のこと で盾がない、まあ、盾が必要ないほどに頑丈という意味で、まあ、武田信玄さんも、まあ、こうやって鼓舞してね、むちゃくちゃかっこいい野郎みたいな感じでまあドヤ顔していると思うんですけれども、まあ、とりあえずは織田家に宣戦布告。うつけほど強いね。おや、浅井が助力か。お、こっちは北条家、さらには今川家。お、勇気と勇気だけか。でこれで物資ゲッチュ。まああとは交渉とかで米をガンガンもらえればいい。現在お金は1万あるな。いや大使殿お願いしますよ。4400で確か 倍のお金を要求してきたんで、これを繰り返していけばいいとは思う。ならばその敵この武田信玄が取ってくれようぞ。まあ、まずは刈谷攻めですね。まあまり戦乱が長引くと結構ね大変になりますからね。
報告いたす。金銭も十分にある状態。部隊が集まっているな。ここで大きな戦が起きる。米に余裕があるならば、この辺の飯田とか、あとは長篠の吉田、岡崎、まだ兵力は1000人以上いるんで、そこから援軍として出していった方がいいかもしれないな。まあ、まずはこの刈谷を包囲していて、秀吉が引き返している。これで六角は命拾い、いや違うな、日の城を落として六角さんがここをまた取り返そうとしているんだ。なるほどね。いや歩兵の方もね、まあ以前までは兵力、まあ、5000以上の城が結構あったんですけれども、まあ、そこまで必要ないかなとは思うので、一旦ね1000人ずつぐらいは減らしているかな。まあ、それで農民を増やして、で兵糧収入も増やす、まあこんな感じではやっているんですよね。お金は取っておこう。で お金は8800ですよね。氏真君もどこまで兵糧が持つかですよね。ある意味武田家が今川家に対して兵糧攻めをしているようなものかな。の婿殿よ。集まってくるがね、こっち来ないですよね。お、伊達と北条。伊達が勝ったんだ。しかも信長さん、あ、そっちに行くんだ。兵力は8000引いている。意外といるね。丹羽長秀がそこまで迫っている。武将は16人か。お、こう選ぶと志して出ましたが、まあモグラの影響で強行が強くなるっていうことでしょうね。でも基本強行はしたくはないんですよね。あ、ちなみに志ですけれども、まあこの辺かな。まあ全部一応アンロックはできてはいます。早く野戦にも慣れていかないといけないな。まあ、多分見ている皆さんの方がずっとプレイしているとは思うので、まあ、私もゆっくりではございますが、まあ、なんとか早く慣れていきたい。守らざるところを攻める。あれ、あの来ないんですか。織田さん助けに来なかったな。目の前まで来ていて引いた、もしくは集結、どっかに集結、あ、しようとしているな。ここか。じゃあいいんですか。北上しますよ。出陣する。次はくっかけかな。くっつかけ城、利家がいるか。取り囲め。織田家の士気は高い。包囲を続けても手こずるかもしれない。まあ、それは一月経ってどれだけ、この包囲ゲージが減っていくかですよね。で冬になりました。報告いたす。先月の収支でございます。米はまだ大丈夫だ。米を4400要求して、でその倍のお金がかかる。ということは米を8800ってことはその倍ですよね。となればまだまだお金の余裕はある。まあそれだけ、まあ、要求して戦をなんとか続けられるようにしよう。まあ、パパッとこの辺は落としてはいきたいんですよね。戦意は旺盛とはいえど、果たしてどれほどか。じゃないとね、あまりにも戦乱が長引くと、まあ、民中とかあの辺が結構心配ですからね。生産性が確か落ちるんでしたっけね。あ、落ちないな、本当だ。相手は一泊さんか。ほう、増票というか兵数は少ない。相手は4700しかいない。まあ、特には基本で、ね、無形人がいい。慣れないうちはこれで慣れていく方がいいな。お任せくだされ。戦場にも限界があるか。お任せくだされ。ここはお任せくだされ。
左翼に騎馬隊が集中しているが、まさきさんとこっち入れ替えよう。こんなものかな。さあ開戦、2日けの戦い。まず1ターン目は様子を見て、で、余っている兵力を増やしていこう。我ら王道を行かん。そうですよ、王道ですよ。努力、友情、勝利。まあこちらの方が数は多い。ご命令。こっちは陣を狙ってくるだろうな。ゲチオ、できればあまり包囲はされたくないからな。戦場がだいぶ広がっているが、こっちに固まっている気がする。ということはそっちに部隊を送っていった方がいい。覚悟せよ。策がございます。できるだけ包囲できるようにしよう。みんな力を合わせよ。ノー元康、頼むぞ。始めよ。ゲチオ、ご命令を。始めるぞ。我が策、ご覧くだされ。服部半蔵を加えているな。ご覧くだされ。ゲチ、我が命に従え。始めるぞ。馬場さんと信玄さんは前進かな。風山の旗を掲げよう。敵の居所。まずは丹羽長秀。お、元康が一番やり。戦場がだいぶ広くなっているな。秋山さんは敵部隊発見。始めます。こっちに固まってくるんで、酒井さんを向けよう。始めるぞ。策がございます。で、丹羽さんはもう早々と足止めした方がいい。始めるぞ。始めよ。いざ。で、元康がおそらくは堀尾さんと丹羽さんの攻撃を受ける。そこをなんとか信玄でカバー。皆の者、わしに続け。こっちはもう安陽寺さんっていうのかな。ゲチオ、ご命令を。こっちはこうやって回り込もう。ゲチオ、よし、これでいきますよ。敵の居所知れました。酒井さんが強撃するか。お、おとり挑発。前へ。目の前にも一部隊いるな。浅井さんの援軍か。ならば、正木さんはこうやって回らせて、できるだけ、まあ、攻撃できるようにして相手の戦意をくじこう。元康はまっすぐ行ったらこの二部隊の攻撃を受ける。でもこっちの浅井さんを狙おうか。こう言ってこうかな。始めるぞ。ゲチ、里見さんはこっち。いざ参るぞ。で、春信と元康で堀尾隊かな。みんな気を引き締めよ。丹羽さんだいぶ突っ込んでいるな。千代目ちゃんはなんとかこれで持ってもらうか。負けてやる気はさらさらねえぞ。敵の居所知れました。丹羽さんもだいぶ突っ込んでいるな。やりたい。前へ。右翼は強撃できている。あるものがいるようです。これぞ我が軍略。ならば魚で。元康くんは、お、突撃ね。秋山さんはちょっと厳しいかな。始めます。兵力が相手は少ないとはいえ二部隊に囲まれそうだ。遠藤さんなんかかっこいいな。覚悟しろ。この策で敵を欺か。こんなものかな。まあ、早く丹羽さんを回想させてこっちの救援に向かいたい。右翼は順調だが左翼が厳しい。浅はかない。やりたい。前へ。酒井さんが多分強撃になるだろうな。今のところ丹羽さんは強撃はできている。
戦意はこちらが有利。一泊さん、あの端っこに寄っているな。我が策ご覧くだされ。あとはこっちか。お聞きくだされ。ご命令を。わしが何故不死身か、お主に教えてやろう。これぞ我が軍略。こっちはもういいかな。もうちょっとカバーに入りたいところではあるので、ちょっとずれようか。始めよう。まあ、堀尾さんを回想させたら、こっちに向かってこの部隊を倒していこう。それまで酒井さんと、あとは秋山さんにはこらえていただく。この一撃全てをかける。倒しきらなくても、戦況が有利になればこちらの勝利。放て。今は引く。かかれ。で、こうなったか。ご命令を。みな、気を引き締めよ。じゃあ元康と信玄さんはこっち。封印火山の旗を掲げよう。酒井さん、あ、この辺は挑発を食らっているから身動きが取れないんだ。なるほどね、それがおとりということか。ご命令を。ならばこっちはすぐに駆けつけよう。お聞きくだされ。吸収か。ならば追撃してもらおうか。こっちはもう大丈夫かな。浅井さんは交代していくもんな。こういけるかな。里見さん、始めよ。引っかかったな。言うと思ったぞ。引くぞ。おお、我らの勝利か。やりたい。前。なかなかにあっけなかった相手だ。しかる後に戦う。まあおかげさまで戦意が若干落ちたか。おだけこれでも方位どこまで影響出るかですよね。お、捕獲したか。多賀さんは入る様子。耐久は低いな。低いならばちょっと強行してみるか。これで耐久は97。こっちもそこそこ減っているんだがな。おお、今度は権六か。あの、もうこれぐらいの合戦ならカットしたいなっていう気持ちもあるんですけどね。兵は起動なり。我が力。せっかくだから全軍突撃やってみようか。奉仕の陣。配置変更ぐらいは見ておこう。お見せしましょう。我が力。お見せしましょう。これで信玄さん自身を引かせることはできないんだ。ならばこの大舞台で相手を押し潰していこう。さあ全軍突撃。勝ちに向けて突貫せよ。これで、あの言うことみんな聞かないんですよね。行くぞ。さあ侵略すること火の如し。本当だ。みんな突っ込んでいく。小出さんどうする。もう押しつぶされる直前だな。あと4ターン続く。でその後に通常通りの命令ができると。敵の居所知れました。うわー、潰していく。もみくちゃになっていく。勝家と小出さんが。もうぐちゃぐちゃだな。我らが意地見せてくれようぞ。さあどうする。亀割り柴田よ、攻め立てよ。まさか我らが、しょうがないなそれは。
もう本国さんはだいぶくじけているだろうな。これが突撃か。早々と終わらせるならこれが結構楽だな。まあもちろん相手が本当に弱かったらの話ですけどね。ああかわいそうに、ちょっと権六に同情したくなるな。いやそれでも戦況持っているんだ権六、すごいね。全員からのもみくちゃにされているんですよ。まあ防御力が減ったから打って出るしかなかった。足軽隊前へ。いやもういいですよ、あのオーバーキルはいいですよ。勲章五分を持って上となす。相手は全滅か。五分じゃないと思うな。奥村さんは入るんだ。じゃあ小出くんは逃がしていこう。かたじけない。確か秀吉にあれですよね、家臣の給料を上げろっていう風に言われた男ですよね。これぞ王道の勝利。いや強行でもやっぱり損害は大きいな。ね、現に兵力5000減っていますもんね。いざ参るぞ。それでもガンガン攻めていくという。この状態で編成はできないのか。ちょっと兵力とか心配ではあるんですけどもね。まあ、それでもまだみんな持っているか。じゃあ次は鳴海出陣する。鳴海に向かうが、あとは大丈夫かな。もうちょい行ってから小詰めは考えようか。まだまだ士気は高いか。6600でやっぱり倍か。今川家米大丈夫かな。お、今度は丹羽長秀。我が力見せてやろう。我が力お見せいたす。相手は3部隊か。ここは無形陣で行ってみよう。特に配置は考えない。ご命令。ま、負けるはずのない戦よ。始めるぞ。ご命令。始めるぞ。まあ、最初は格欲ぐらいで様子を見ようか。参るぞ。こんな感じ。風林火山の旗を掲げよう。さあ、にわちゃんはどう出るかな。こっちに固まっているか。ご覧くだされ。覚悟せよ。ならば、おぶさんと吉高はちょっとこっちに伏兵的な役割を果たしてもらおう。潮目ちゃんと、あとは鬼美野さんは前進。始めるぞ。ゲチ、お覚悟願おう。ご命令。まあ、さっきは突撃したんですけどもね、今回は普通に追い込んでいこうか。始めるぞ。いざ参るぞ。いざ参るぞ。震源狙いで来るかな。パッと見右翼に流れてきているような気はするが、始めよう。まあ、それを迎え撃つ形を取ろう。敵の居所知れました。お、こっちにも丹羽さんと、あとは秀吉。ゲチ、よし、ならば側面から攻撃。始めるぞ。始めよ。始めるぞ。こっちは強撃もちょっと怖いが、参るぞ。まあ、こういこう。風林火山の旗を掲げよう。元康と酒井さんで迎え撃ちで、秋山さんで側面に回らせる。
まさきも続こう。覚悟しろ。基本近いところから出しているんで、まあ以前使った武将はいなかったりはするんですけれどもね。横槍を入れ、よし、強撃、奇襲は成功。策のある者がいるよ、策のある者がいるよ。ご命令。秋山さんはこのまま秀吉の背後。お覚悟願おう。突き崩せ。悪いがその首もらっていくぜ。足止めね。信玄さん、こうまらせよ。わしに続け。とすれば元康組んで丹羽長秀を足止め。この乱世を終わらせる。ご命令を。こっちはもう始めるぞ。もみくちゃにしていこうか。お、鉄砲こっから撃てるんだ。始めるぞ。息の根止めてくれよ。やりたい前。お、順調に囲めている。容赦せぬぞ。策のある者がいるよ。さあ、あとはどんどん攻撃を仕掛けていく。浅はかな。このターンで決着がつくかな。すると丹羽長秀、そして木下秀吉、こらえきれるか。やりたい前。おお、引いていくか。彼を知り己を知れば逆戦して危うからず。ふむ、撤退とかあるんだ。ふむ、武将を得ることかなわなんだか。ボイゲージは大丈夫か。 2,3 ヶ月でいけるかな。報告いたす。お、子供たちも生まれている。先月の収支でございます。米は持っているな。では表情を始める。お、この辺プラス大きいな。石川さん、商業34。筋が通っておるが、じゃあ左3人て表情は右は見るまでもなかったという。おお、助政よ。いいね、兵糧消費が減る。策がございます。農兵の納める兵糧が増える。いいね。でも農業今5しかないから取れないよな。それ以外か。忠誠が低いと士気が低下しやすくなるんだ。今回調略コマンドとかないですもんね。でも商業無駄にあるな。お、浪人か。あ、結構いるね。お、板倉さんとか入る。じゃあ登用していきますよ。